美容師です。よろしくお願いします。今年の4月8日で私17歳の誕生日を迎えることができました。本当に感謝しております。ありがとうございます。その誕生日一発目の動画になります。213系5000番台普通列車血の駅225M 列車は到着しました。時代駅を出発しました。汚染車両の横を通過します。飯田線はレンガ造りの古いトンネルがいくつか点在しています。稲尾島駅で列車の時間調整の関係で7分ほど停車していました。なんと残念なことに片桐松川の桜はほぼ散ってしまいました。飯田線からは木曽山脈及び中央アルプスが大変綺麗に見える路線です。七久保駅付近から見ると山が本当に綺麗に見えるのでおすすめします。
昭和です。列車は七久保駅に到着しました。313系3000番台普通列車天竜行き 214M 列車は1分遅れて到着しました。列車は小町駅を出発しました。列車は駒ヶ根駅に到着しました。今日はここで下車します。さあ選挙の声が聞こえますけど、駒ヶ根駅にやってまいりました。さあ 216M 列車にな、飯田駅に乗り換えるためにね、ちょっともうここで降ります。こうやって313系とか寝てる姿って言いますか、こうやって止まってる姿といい、こうやって2つもパンタグラフを下げてて、もうこんなだけスタイルがいいって思いなんて、本当はもう私はもう飯田線に対してどうなんでしょうかね。313系1700番台普通列車飯田駅 216M 列車は到着しました。
4月8日に408編成が走るというなんという奇跡が起きました。1番線を出発した血の駅 225M 列車と3番線を出発した飯田駅 216M 列車が同時に出発しました。列車は七久保駅に到着し、213系5000番台、普通列車は駒ヶ根駅 1511M 列車とすれ違いました。飯田線人気撮影スポット鶴瓶カーブを通過します。列車は稲尾島駅に到着し、313系3000番台、普通列車岡谷駅 519M 列車と接触しました。
列車は市田駅に到着しました。去年2022年の誕生日企画のものが出てきました。まだ飯田線民の工業高校生と名乗る前の名前です。それではご視聴ありがとうございました。